はい、どうも、タニアンです。今日もですね、元気いっぱい気合い入れて動画撮影していこうと思います。はい、どうも、タニアンです。今回はですね、また大食い外の動画でございます。僕の Twitter、Instagram、それからアメーバブログの方をフォローしてくださってる方はもうご存知と思うんですけど、3月の上旬に、うちの事務所の方の住所を載せまして、最近上げてる動画の概要欄の方にも貼ってはあるんですけど、あれから、1ヶ月ぐらいの間に、お荷物をたくさんいただきまして、あとお手紙ですね。それから2月に、2月の19日かな、名古屋の方でイベントをさせてもらった時に、名古屋で皆様からいただいたお手紙とか、差し入れとかが今ここにこう、ドドンと、今並んでる状態ですね。だからこういったものもですね、1ヶ月大きいとか、2ヶ月大きいとか、なんか定期的にこういった動画も上げれていければいいなと、勝手に思ってるんですけども。で、ちなみに、名古屋でいただいた差し入れ等に関してはですね、賞味期限とかの関係で、だいぶ僕は食べちゃってるんですよ。あらがたんぽ食べちゃってる分がほぼほぼでして、ですね、おそらく名古屋の方で、僕に差し入れを渡してくださった方の中では、私これ上げたのに今ここに乗ってないよって方も多分数多くいらっしゃると思うんですけど、そういったものに関しては今僕の血肉となっております。てへっ。ではまず名古屋でいただいたプレゼントの方からまずご紹介させていただければなと思います。まずその前にタイトルコールというかそういったものもなんか言っておきましょうかね。題して、谷崎のプレゼントご紹介コーナー。適当タイトル、適当。まずひときわ大きなまずものからご紹介させていただければなと思います。まずこちらがドーンとスパゲッティハウス横井さんの、あんかけスパゲッティセット、それから違う方からやったかな、あともう一つ、二つか、スパゲッティハウス横井さんのあんかけスパゲッティのソースもあと二つ、いただきました。僕そこまで名古屋飯というか詳しくないんですけど、もちろん名古屋飯であんかけスパゲッティが有名なのはもちろん知ってるんですけどね。このスパゲッティハウス横井さんって名古屋じゃかなり有名なお店なんですかね。僕、あんまり分かってなくて。でもこんだけ2つもあるってことは多分相当有名なお店なんやろうなって思いながら。こっちがですね、スパゲッティと、ソースが2つ、入ったセットになってます。で、ここで大体8人前。うん、8人前ですね。4人前、4人前。ソースが4人前、4人前って入ってるんで、多分これで8人前で、なおかつ同じサイズのやつなんでこれも4人前ですね。なので、これで16人前、計16人前のあんかけスパゲッティがここにある感じですね。と考えたんですけど、これを YouTube 動画に1回はしようかなと思ったんですよね。あんかけスパゲッティ16人前っつって。ただスパゲッティをデカ盛りで作るとどうしてもスパゲッティの麺が伸びちゃうんですよ。あんまり美味しくいただけないんですよね。最後の方とかもう麺同士くっついちゃって、いくらオリーブオイルとかでコーティングをしても。だからせっかくいただいたものなんで、僕これ美味しくいただきたいんですよね、ちゃんと味わって。なのでこれは動画外のところでちゃんと自分で1人前ずつぐらい作りながら、これ食べていこうかなと思います。なのでこれは多分動画には出てこないかと思います。続きましてこちら、名古屋名物きしめん。あ、しかもこれ、味噌煮込みですね。僕、名古屋、そこまで長い時間、滞在できなかったんで、僕、名古屋イベントの次の日にはすぐもう東京に行っちゃったんですよ。なので、あんまりこう、名古屋飯を食べれてないんですよね。だから僕、味噌煮込みうどんも、きしめんも食べれてなくて、食べれたのは、味噌カツぐらいしか食べれてないんですよね。だからもう、これ、いただけてよかったーって思って、でもできれば、ご当地で食べたかったなー。で、こっちに関しては、うちね、土鍋がありますんで、ヨシアンさんがいつも収録で使ってるような。だから、これに関しては、もしかしたら僕動画の中できしめんを、いただくこともあるかと思います。ただ、これ、僕、開けてみて気づいたんですけど、賞味期限がですね、ちょっと過ぎちゃってるんですよ。いや、でも関係ない。関係ない。関係ない。賞味期限が少しが切れても食べれる。人間、そげんすぐしな。続いてこちら。カレーが2種類。確かこれに関しては確か別々の方からいただいたものなんですけど、僕が第一発目の大食い動画でそのカレーのレトルトカレー10種類っていうのを確かあげたと思うんですよ。あれを見てくださった方からこういった風にカレーをいただけたんですね。あ、これ、かつお節から取った出汁が入ったカレーですね。いや、僕自身がもう魚大好き人間やから、もうこれ絶対美味しいやろうなと思って。
こちらに関してももしかしたら動画の中で出てくるかもしれません。いい感じのこう動画の企画というかがもし僕自身が作りきらなかったら、多分これが僕プライベートで食べる感じになるかなと思います。で、もう一品がこっち、男の絶品旨辛カレー。これ僕ちょこちょこスーパーで見かけるんですよこれただこれローストガーリック&マカ入りなんですよ。マカ、これすごいな。まずガーリックだけでも勢力増強なのに、それプラスマカが入ってるんでしょ僕これ食べたら夜寝れんのちゃう。よく見るとスパイシー辛辛スパイシー辛口赤八ジョロキア豆板醤輪切り唐辛子入りあ、僕知ってますからね、ジョロキア。ロシアさんが前、この間、なんだっけ、ものすごい辛いチキンを食べられとって、そこになんか、ジョロキアのパウダーを振りかけながら食べてたでしょ。で、ロシアさんが、はぁ、辛いってなんかずっと食ってたでしょ。これ、僕食べれるんと思いながら。ちょっと今不安になってます。いやーでも、カレーは大好きやから、正直これちょっと楽しみではあるんですよ、食べるの。で、こちらがいただいた、なんていうのかな、お手紙関係っていうんですかね。お手紙関係に関しては、もう、名古屋イベントが終わった直後にも、拝見させていただきまして、また僕、ホテルの部屋で軽く泣きそうになりました。いや、まず僕、今回の名古屋イベント、一応今回の動画の最後の方に、名古屋イベントを振り返りっていうことで、名古屋イベントで回したカメラの映像とかも少しご紹介できればなと思ってるんですけど、僕そこまで今回名古屋イベントはカメラ回してないんですよね。なので結構短い尺になるかとは思いますけども、もしよかったら見ていただけたらいいなと思います。で、僕今回の名古屋イベントの、1部、2部、3部っていう風に構成してて、1部が大食いバトル、で、2部が、立食パーティー、3部が、完全オフ会っていう感じのこの3部構成にしてたんですよ。で、1部、2部も終わって、第3部も、なんとか無事に終わりまして、最後の締めの言葉をやらせていただいたんですよね。僕がこう、マイクを持ちながら。で、僕もマイクを持った瞬間に、今回の長いイベント僕本気でいろいろと大変やったんで、僕2月全然僕動画上げれてないでしょ、YouTube 動画。その、全ての、理由は今回の名古屋イベントだったんですよね。名古屋イベントの、もう準備とか、プログラム作りとかタイムスケジュール作りとか、その他もろもろずっとやってたらもう何もできなくなっちゃって、で体重もなんかもう 56kg で減りながらわーとか言いながら、でもそんないろんなことがあったから、僕も第3部の最後の締めの言葉を言う時にもう僕もうボロボロ泣いちゃって、マイク持った瞬間に。で、僕があんまりでもボロボロ泣くもんやから、もう参加してくださった皆さんからも谷屋頑張れ頑張れってこう声援が飛ぶぐらい、なんて言うんだろう、あの雰囲気。なんかね、運動会の一番最後に各ブロックの応援団長がこう最後演説というか、こうお疲れ様でしたみたいな言葉言うでしょ。あの時の雰囲気に似てた頑張れー頑張れーっつってで、よいしょ。僕普段タバコを吸うので、イベントの時も谷谷さんってタバコは何をされてるんですかって聞いてくださった方がいらっしゃったんですよ。その方からわざわざコンビニにタバコを買いに行ってくださって、タバコにこうイラストとかを変えてくれながら、こういった感じでいただいたものですね。僕生まれて初めてタバコ、の空き箱を、保存しましたねいや、ありがたい。本当はまだまだなんだかな、エビセンとか、あとマドレーヌとか、あと本当はまだまだいっぱいあったんですよ。ただほぼほぼ、僕の血肉になりましたねだいたいこんな感じですかね、名古屋でいただいたものたちがですね。まあ実際の半分ぐらい、あとあれだ、ちょっと待ってね、忘れちゃいけないのが、こちらのお皿ですね。僕ちょこちょこ動画の中で使ってあると思うんですけど、このお皿も名古屋のイベントに来てくださった方からのプレゼントですね。いや、これ本当に使い勝手良くて、まず色合いがすごい綺麗でしょ、この青色の。だからこれ、お魚も映えるし、もうかっこいいですよね。僕自身がこう、お皿とか、あと包丁とか集めるのすごい好きなんですよ。だから僕結構、なんて言うんでしょう、調理器具コレクターみたいな、そんな一面があるんですけど、だからこういったのすごい嬉しいんですよね。あと忘れてた。あと僕が動画の中で使ってるこの、何色っていうんだろう、このちょっと渋めのこのお箸、これも、味噌カツ屋さんのヤバトンさんのお箸ですね。こちらもいただきました。これ結構いい重量感があって、僕結構お気に入ってるんですよ。かっこいいなと思って。大体こんな感じですかね、名古屋イベントでいただいたものに関しては。皆様本当にどうもありがとうございました。どうもお世話になりました。名古屋すごい楽しかったです。
で、今こちらに並んでる分が、事務所の方に届いたお手紙関係ですね。実は今回の収録のために僕まだ読んでないんですね。で、まずこのお手紙関係の前に、まずこういったお荷物をいただいたんですよね。中身がですね、お洋服ですね。はい。なかなか全部はご紹介できないんですけど、こんな感じで素敵な、コートをいただきまして、僕のことをもしかしたらよくご存知の方は知ってるかもしれないですけど、僕ものすごい服装ダサいんですよ、普段。僕まず服を買わないので、いや、すごい助かりますね。というわけで今日は僕これを着ながら、わぁ、なんか渋い。あ、でもちょっとあれだな。腕周りがちょっときつかったかな。あ、でもかっこいいこれ。今日これを着ながら、あとご紹介していければいいなと思います。あとこちらはあれですね。あと他の、例えばシャツとか、あとなんかああいう肌着とかのシャツじゃなくて、普通のシャツですね。僕が中にいろいろいただきました。で、あと正直僕が一番嬉しいのは、こういったお手紙なんですよ。もちろん動画のコメントとか、ツイッターとか、インスタグラムのリプとかももちろん嬉しいんですけど、やっぱこうやったこう、なんて言うんでしょうね、言霊じゃないけど、やっぱこう、文字に魂が宿るというか、僕なんかすごく嬉しいんですよ、こういったお手紙がですね。本当に嬉しくて。で、今までいただいたお手紙関係も全部僕もカンカンに入れて全部保存してあるんですけど、こういったのが僕のその、活力というか、まだ頑張ろうと思う、この源がこういったお手紙とかなんですよね。だからもう、すごく嬉しいんですよ。こちらあれですね。名古屋イベントの方にも遊びに来てくださった方からですね。いやー、ありがたいですね。僕自身の今、書かせてもらってるサインのデザインを考えてくださった方からですね。いやー、嬉しいなたまに泣き虫な谷やんをこれからも応援してます。いや、もう泣き虫ならもうしょうがないです。もう治らない、これはもう。泣き虫で言うと、去年か、大ヒットした、君の名はって映画あったでしょ？あれを僕初めて見たのが、この間の世界一決定戦で日本からアメリカのニューヨークに向かう飛行機の中で僕見たんですよ。で、11月ぐらいだったかな。結構遅く見たんですけど、僕飛行機の中で、僕2回見たんですよね、2回。2回とも見て、2回とも3回ずつ泣きました。飛行機の中でもうぐー、ぶーわー泣いちゃって。で、僕の前にはマックス鈴木がいて、で、こっちの右横には、翔英さんのマネージャーがいらっしゃったんですよ。マネージャーさんが、二度見するぐらい僕もう号泣してて、ボロ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 って。いや、もう泣き虫したのは僕もう変わらない。治らない。次、大阪の方からですね。僕も綺麗な方からですね、一緒にプリクラも話していただいて、毎日 YouTube や Twitter での更新を心待ちにしていますってことですね。わー、ありがたいですね。いや、もともと僕の YouTube の方の動画の更新頻度も上げていきたいなと思ってるんですけど、まだまだなかなか、もっともっと更新していければいいなと思ってるんですけど、僕の今の作ってる動画の内容的に、結構僕は今ボリュームたっぷりな動画をどんどん出してるんで、僕の料理動画はどうしても尺が長くなっちゃうんですよ。だって僕ずっと喋ってるから。だから、一本の動画だいたい25分から30分ぐらいの結構長い動画を最近ちょっと上げてるんで、この内容とクオリティあんま下げたくないんですよね。だから、今のところはまだまだ、今回の更新頻度になっちゃってるんで、ちょっと申し訳ないなと思いつつ、まだまだ頑張ります。こちらあれですね。このお洋服を送っていただいた方からはですね、わー、すごい可愛らしい字。世界一決定戦の僕がパワーアップして、何度見ても毎回感動して泣きそうになります。なるほど。僕は両方とも僕泣いてるんですけどね。実は僕第2回のチキンステーキを食べてた時の僕試合の直後号泣してるっていうのと、あと今回のサーロインステーキを食べた後も僕カメラの前じゃなかったんですけど、僕思いっきり号泣してるんですよね、あの時。緊張の糸がプツンと切れたというか、それでなんかもう勝ったことが嬉しくて、もうボロ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 って泣いちゃって、僕一体今回のニューヨークで僕何回泣いたかって話なんですけどね。わー、かわいい、この字。わー、中学校1年生の方からですね。わー、字かわいいな。2016年の世界一決定戦で日本代表に選ばれ、一緒に号泣してしまうぐらい嬉しかったです。僕泣いてばっかりやな。泣いてばっか。嬉しいなぁ。お手紙で僕何が嬉しいって、例えばお手紙にこう少し油が染みるというか、こう、じゅわってなってる手紙を見ると、これ多分テーブルで書いていくことだったんだろうなぁとか、
手紙の紙がこうボコボコ、下がボコボコなってて、なんかもう何回もこう消したような跡が見えると、あと何回も書き直してくれたんだなとか、なんかすごい嬉しくなるんですよね。いっぱいこう考えながら書いてくれたんだなとか、やっぱパソコンとかスマートフォンとかの画面の文字よりも、やっぱりこういった手紙の方が僕すごい嬉しいんですよね。こういったお手紙を読ませてもらうたびに、わぁ、まだまだ大食い頑張ろうと思えるんですよね。本当ありがたいです。こちらもズーム僕の宝物ボックス行きですね。いやー、まだまだ頑張ろう。はい、というわけでこれが僕が2月3月で皆様からいただいたものたちのご紹介でした。なんか、ほんと、このコートを着ると、なんか、いませんでした？こういった色の、スーツというかコートを着てる学校の先生、特に高校の、古文の先生とかこんな感じじゃなかったですか？なんか僕本当に教師みたいなんか、まだまだこれからも頑張っていきますので、また皆様どうもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。はい、どうも、寺井です。現在2月18日の朝8時です。名古屋前乗りしました。11時間バスに乗られてなんとか着きました。で今、明日の2月19日の名古屋イベントの、イベント会場に来てます。これから、イベントの主催者の方とこれから打ち合わせをしてこようと思います。寒い。2月19日イベント日朝です。今日イベントで使う狭から魚を仕入れてきます。なんかいいのおるかな。とりあえず今買ってきまして、ブリとあとこっちにサーモンとあとスズキ、まあ、計3つで今回のイベントをやっていこうと思います。はい、どうも、谷安です。でもう間もなくですね、間もなく一部の開演時間です。いや、意外と結構もうごった返してきとって、ですね、もうだいぶあとはもう僕が出てくるのを待つだけという感じです。頑張っていきます。行きますよ。いただきます。Please! チャンネル登録お願いします。